歌川貞秀とは、江戸時代後期から明治時代にかけての浮世絵師。横浜絵や、長官図、豪漢の挿絵を描いたことで知られる。下作名に、大会社金流、丹長安鶴丸、松亭琴吹山などがある。初代、歌川国貞の門人。本名は、橋本健次郎。名は健はじめは、御運亭。後に、玉蘭、玉蘭祭、玉蘭主人。 人玉祭、玉沖名などと交す。はじめは、歌川貞秀、後に、橋本貞秀と号している。下兎国府佐の生まれ、本所亀戸村、亀戸天神前に居住した。安政末から文久の頃、横浜に移住したと言われ、現時慶応頃には、深川三倉前に住んでいる。国貞に入門し、初筆は14歳の時、 文政9年刊行の、彦三霊元気の最終章エビスと大国の表紙とされるが、文政4年、滝沢馬琴の弟子岡山鳥作の国慶本、主に惹かれて、善光寺参拝とする説もある。その後、文政10年の実編者19作、諸国万作豆、文政12年五流帝特小作、花行草木薬の巻といった半本の挿絵を手掛ける。 一方、文政十一年、国貞が本所柳島明しま剣道境内に混流した、初代報告先生。質の基比背面には十一名の国貞門化の名が刻まれているが、貞秀はわずか数え二十二歳で四番目に位置している。天保初期になると、美人が、芝居への作品が増え、内輪や武者へ、風景が、肉筆画に、特本役作像し、もてがける。 京成水古殿でも、国定国安と天保6年間の13編の差し絵を担当した。横浜平沼橋より、東海道神奈川大並び、軽井沢茶店また円く大師河原野の裏を見る安政7年頃、当時、入江であった横浜駅一帯を描いたもの、横浜偉人召館売り場の図文旧元年、大日本国軍名所越後越軍長岡明治元年、天保年間後半からは、 日本八景図くしや、大江戸十景など、俯瞰構図を取る作品を描く。嘉永二年の人気番付では、歌川国吉、歌川広重、二代目、鳥居清万二代目、柳川茂信、そして、貞秀が幕内になっているが、その後慶応三年のパリ万博に、出品の際には、歌川薫衆とともに、浮世絵師の総代となっている。幕末期は、 美人画や役者へのほか、安政、文久年間に、横浜へ、開会を多く残している。要出展範囲北海道ま崎から九州まで、自ら歩いて、欧州一覧の図、非前長崎丸山黒和中の風景あるいは、大日本国軍名所のほか、各州の詳細な長官一覧図、名所図を観光するなど、当時における旅行家の一人でもあった。 デートイコール二千二十一年八月。明治元年の絵師版付けにおいて、貞秀は第一位になっている。貞秀の横浜絵は百点余りで、点数としては、歌川吉虎、歌川香薫院に次ぐが、細密な描写と画面構成が高く評価されている。代表作として、安政六年の五回孔横浜大絵図、文久二年の絵入りボン、横浜開孔見分期、 万象写真図譜などが挙げられる。万年の明治6年には、小学部賞十四に、同伴で口絵を描いている。明治8年、文明開か道中祖で鏡の挿絵を描いたが、その後のことは一切不明である。去年73か。弟子についてもよくわかっておらず、わずかに万円元年に基礎三中合戦を制作した宇田川秀樹が門人とされる。 ありがとうございます。